皆さんこんにちは、ソムリエのイグロです。今日はですね、年中いつ飲んでも美味しい白ワインをご紹介させていただきます。スペインのリアスバイシャス、アルバリーヌです。スペインで最も売れてる白ワインと言ってもいいかもしれません。はい、こちらトマダカステロのグランリバドというワインになります。アルバリーニョ 100% です。リアスバイシャスというとガリシアという地方になるんですが、スペインでいう北西部になります。大西洋と面している産地で海の影響を受けます。でこの辺りは赤ワインというよりは白ワインで非常に有名な産地でして、爽やかかつ芳醇なアロマティックな白ワインというのが作られています。アルコール度数もですね、低く軽快な白ワインとなっています。色合いがこのようにですね、ちょっと結構淡いイエローをしているんですが、アルバリーニョというと早飲みの、ワインで有名ですが、このアロマティックな香りがやはり一番の魅力です。よく熟した白桃ですとかアプリコット、そしてフローラルなニュアンス、エルダーフラワーやカモミール、他にもですね、ちょっとこう柑橘の、グレープフルーツの皮の爽やかな香りもありますし、ほんのり感じるこのちょっとハーバルなレモングラスとか、ベルベンヌのような、香りっていうのが非常に好ましいです。非常にこうアロマティックな、ワインでもあり、爽やかさと華やかさが両方共存したような香りです。飲むとすごくフレッシュです。キリッとしたドライな、酸味、そしてミディアムボディ、ただ柔らかいこのテクスチャーっていうのは、こう醸造の時にオリと一緒に熟成させているので生まれるこの豊かな膨らみ、まろやかさっていうのもあります。最後に感じるビターな苦味っていうのが、こちらがですね、ちょっと食欲をそそるような雰囲気があります。本当にこのどの季節でも、合わせられるそんなワインでもありますが、ちょっと温度としては、季節によって変わるんですが、夏だったら全然6度8度キリキリに冷やしてもいいですし、冬ですとこう10度12度で、楽しむのもいいかと思います。グラスもこのぐらいのミディアムサイズの中ぶりのグラスでよろしいかと思いますし、この辺りではカメノテっていって、あの貝を結構よく食べたりするんですが、高級食材です。貝料理と抜群の相性があります。例えば牡蠣のオイル煮でしたり、ハマグリやアサリの白ワイン蒸し、ハーブをふんだんに使ったものとも非常に相性がいいと思います。では皆さん楽しんでください。チェース。